え、じゃあ最初、じゃあ行きますか。もう紹介してあげるよ。俺が紹介してあげるよ。あ、じゃあ俺がしますぜひ。え、じゃあ今日はね、ゲストが来ております。あの花より団子に出てたあの方です。抜けの電車だ。どうもこんにちは、小栗旬です。さあやっていきましょう。あ、今日は何を、あ、ま、そのまま行くんだ。はい、あの、はい、僕なんで。あ、僕旬なんで、ね、僕なんで。今日なんですけど、はい、その浜子さんは、あ、浜子さんなんですよ。はい、あれ、誰、あれ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 、浜子さんです。あー、思い出した、そうだそうだった、俺そうやった、俺浜子やった。そうなんですよ。その浜子さんって結構昔から空ビビさんと仲いいというか、うんうん、動画に出てる人じゃないですか。うんうんうん。で、僕はまああのリスナーさんに空ビビさんに似てると言われるということで。うんうんうん。今日はですね、どっちが空ビビさんのセリフか当てろクイズをしようと思ったんですけど。うんうんうん。今日の動画は、うん、おばあちゃん食べてみた。ああマジか。ちょっとでも。立ってきちゃった。立ってきちゃった。あ、立ってきちゃった。やばい。すごいやこれ。すごいすごいやこれ。ということで、空ビビさんのセリフがどっちなのか当てろクイズ。イエーイ。やっていきましょうね。じゃあハモってくんのやめて。浜子さんには僕が考えたセリフと空ビビさんが実際に動画で言ったことある挨拶ね、うんうんうん、この2つを僕が今から読みます、うんうん、でどっちが空ビビさんなのかを当ててもらう。まあ昔からね、空ビビさんの近くにいた浜子さんならね、どっちが空ビビさんの言葉か当てれるでしょっていう話よ。簡単ですよね。もうだって俺あいつのチンコの皮ですから。そうなんですよ。はい、僕金玉袋やらせてもらっていいですか。じゃあはい、はい、あの肩、あの左の金玉開いてるんで。右誰だよ。全部当てれたらね。あ、なんもない。いや、ありますよ。当てれたら、全部当てれたら、うん、ストロー3本。あ、めっちゃ嬉しいなそれ。結構あの好きなんです、ストロー。で、あの1か2で答える感じで。わかりました。ちょっと鼻くそじますね。そう言わなくて大丈夫です。あ、すいません。ごめんなさい。大丈夫です。まず第1問。1、どうもこんにちは。リグダの唐揚げです。ちょっと。いや、次行こう。次行こう。2、どうもこんにちは。ケツアゴのサラダです。あ、意外と難しいな、なんか。そうなると、あ、難しい。これでも一発目ということで僕簡単なやつにしてますよ。ああ、なるほど。はい、じゃあ3秒ぐらいちょっと考えさせて。全然いいですよ、全然ゆっくり考えてください、はい、多分2ですね、これは。っていうのはどっちですか。ケツ、2が空ビビさんの考えたやつで、どうもこんにちは、ケツアゴのサラダです。そうですね、はい、はいはい、ああ、ちょっと待って。で、1がうまいな、上手ですね。いや、もう僕もだってもう昔から見てますから。ああ、そうですね、やっぱ迷っても仕方ないってことで、 2で、2が空ビビ、ケツアゴのサラダが空ビビ、1がリス君で。わかりました、はい、それでは正解はうますぎるね、問題が。それで裏で通話してる時に俺、うん、一生、うん、ダグドリオですって言ってた。あー、やばい、進化前やと思って。ちょっとあの正解の動画ちゃんと用意してるんで。あー、おー、ありがたい。ちょっと見ますか。見たい、ぜひ見たい。しかもこちら、あー、俺がいるじゃん。そうなんですよ。じゃ、ちょっと正解流していきますね。聞かせてもらって。ちょっと待って、ちょっと待って、俺何マジで。これは何、どういうこと。ちょ、聞きたいの。いや、もう見せないでもらって、それ。いや、どうもこんにちは、ディグダの唐揚げです。これですね。ほんとや。でも、この時点でもう、ストロー3本もらえなくなったけど。マジ嘘、ちょっとやる気なくしてきたかもしれない。ああ、ダメだ。あ、じゃあ、いいよ。
僕優しいから2本残しておこう。あーよしよし、2本ね。第2問1、うん、どうもこんにちは、鼻筋を牛筋に変えたら臭いです。何を言ってんだ。うん、で、2いきます。どうもこんにちは、鼻毛と脇毛を抜きまくったらビロビロン。なんで腹立つな、マジで。なんだそれ、一緒いわ、よく見たら。でこれ1と2だ。鼻筋を牛筋に変えたら臭いですなのか、鼻毛と脇毛を抜きまくったらビロンビロンなのか。じゃあもう、さあ1か2か。1で。1が空ビビさん、1で。どうもこんにちは、鼻筋を牛筋に変えたら臭いですが空ビビさん。うんうんうん、正解。あさすが、もう分かった。いやまあそうだね、で1回目は振りよね。そう、でもあいつ脇毛も鼻毛も好きなんよ絶対。だからマジですごいわ、本当にうまい。振るのうまい、めっちゃ思った。はい、こちらです。はい、ではいきます。どうもこんにちは、鼻筋を牛筋に変えたら、臭いです。臭いです。今日は何の日か。何のテンションで続けてんのこいつ。わかんない。その次になんか、わかりますかみたいな感じですぐ進むのが。意味わからん。意味わからんよな。なんかメリークリスマスって看板あるし、後ろに。フードの上の顔、なんて言ってるこれ。あ、これこれ。一射精しそうやはい、次行きましょうね。はい。もう次行きましょう。もう嫌ですよ、もう。第3問1、この自然そしてこの大空は計り知れないほどに広い。僕は地面を蹴り上げ人々にこう言ったんだ。うん、ペーン。なんかで2ですね、次2、うん、太陽月そしてこの大地凄まじく広い。この地球で俺は翼を広げ大声でこう言ったんだ。胸毛くさ。いやなんだマジで。この動画始まってからずっとなんだマジでなのよ、もう。さあこの1と2どっちなのかという。これはヒントはありますか。これヒント、うん、ヒント、うーん、そうだな、マイクラです。あー、これマイクラですね。マイクラか、あれかな、あの一人でやってるやつだよね。お、そのすごいよ。すごいよ、ここ出せるのすごいよ。トルビーさんがシリーズしてたの、俺クラってやつですね。うんうんうん、2で。太陽つけ、胸毛くっさの方。胸毛くっさで。正解。よし、いや、すごい、よしよし、すごい。まあ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 。なんか、胸毛くっさの方がぽいなと。ぽいよね、ちょっと、ね。いい線ついてる、すごい、ほんとに。で、ちょっと正解の方ね。うんうん、見ていきましょうね。太陽、月、そして、この大地すさまじく広い。この地球で俺は翼を広げ大声でこう言ったのだ、うん、胸毛くっさ。どうも俺です。ちょ一番最初だからね、これ初手だもんね。どうも俺ですだもんな。そう、意味わからんな、本当に。これでどうも俺ですでいいのかなって思っちゃう。なんかもうね、進行しちゃうもんね、その。そうだね。進行しちゃうなって、うん。すっごいシコシコ。ああ。だからなんかもう、途中までなんかさ、中国のさ、ちょっと待って、ゲーム。何普通に喋り出してんの。次、最後の問題です。これに正解をすると、キャップを。あれストローは？ストローもつきます。ああやった。はい、ついてきます。ああうれ、めっちゃ嬉しいわ。すごい。俺がデロンデロンに舐めたやつ。あ、じゃあそれでチクチクにする。じゃあはい、次行きましょう。最後行きましょう。最後ね。もう無視してもらってそこはもう。チク。激気象印でちょっと無視してもらって。はい。ちょっと無視してもらっていいですか。僕もします。最後の問題いきますよ。はい。1。見て見てこれ、乳首毛長すぎ、これ1です。1、はい。2、見てこれ、俺の胸乳首でっかい。どっちも乳首なんや今回しかも。そうなんですよ、強いな。だから最後の問題なんですよ。あ、難しい、判断がしにくいというところ。そうなんです、難しい。だからここ結構キワキワ狙って僕も考えたんですけど、これはすごいな。何俺の胸乳首でっかい。あのなんか俺あのちょっと乳毛を伸ばしてた時があったんだけど。はい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 。それを写真撮って送っ
送ったりしてたの。送ったりしてたんだ。そうそうそう。それでその時に俺がチクゲって言うとチクビゲだろって訂正してくるんよ。だからすごいチクビゲっていうこの言い回し、これでかいポイントなんだけど、それをこうね、裏を書いて、はい、使ってるかもしれないし、はい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 、なるほど。あれ待って、はい、いや1にするわ、うん1にする。チクビゲ長すぎが空耳さんで、空耳さんで。それでは最後の問題、正解はベロリンガ、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 どちらでもありません。やっぱそういう感じ。あ、なんかちょっと感じ。いや、俺ね、思い出したんよ。2個目のやつ、俺なんよ、それ。めっちゃ思い出した。で、これ正解 VTR ちょっと見ていきましょう。うん、見ていきましょう。懐かしいなぁ。いきますよ。うん。見て、これ。俺の胸。乳首でっかい。ちょっと。いいもそしてでっかいし、めちゃくちゃでっかいし、めちゃくちゃでかい。はい、これが最後の問題でした。うわ、失敗しちゃったんでね。くそー、はい、難しかったな。逮捕です。え、嘘。でもストローはちょうだい、ちょっと。ストロー持って逮捕です。習慣していいからストローちょうだい。